おはようございます。おはようございます。暑いですね本当に毎日暑くてね水やってます。今日は何しましょうか。今日はね、暑いんで植え替えとか大きな作業すると腐っちゃうから、今から8月のお盆過ぎまでは、まあ昔からなんですけど、あんまり触らない方がいいと。特に小さいやつはね、すぐ溶けちゃうんでね。で今うちでも水やって刈り込みで軽く消毒、で肥料もあんまりあげれないから、そんな作業をしてますが、この暑い中で咲いているあの見物があるんですよ、はい、それがこの、これはまだ咲いてないんですが、花芽がいっぱいついてますね、これは美男カズラです。美男カズラ、はい、美男カズラは今頃咲くんですよね、そう、オス花とメス花が咲いてこんな大きな赤い実がなるんですよね、はい、そう、これが真夏に咲く植物です。でいつもお客さんに聞かれるんですけど、はい、オスメスがあるのかって、木にね、木にオスギとメスギがあるのかって聞かれるんですけど、この植物は一つの木にオス花とメス花が咲きます。アケビと同じですね、はい、だけどもやっぱり自分のオスと自分のメスが交配しないので、2本とか3本こう寄せとくと勝手になりますが、その花がすごい意外性があって面白いんですが、はい、こっちにこれはね親木伝でね、これを刺してるんですけど、これおこれね、きれいな、これね、いかにもメス花みたいに見えるじゃないですか、はい、真ん中が赤くて、うん、実際の実はこの真っ赤な実がこんな大きくなるんでね、これがメスだと思っちゃう人が多いんですけど、これがオス花、これがオス花、そうで、同じ木の中でメスが咲いてるんですが、よいしょ、これか、見ますか、メスがなんか白いんだ、そうこれメスが白なんですよ、なんでね間違いやすいんですよね。これがメス花でこれが実になります。ほうほう、うまく交配して実がつくとこういう状態になります。これはこの外側の花びらが落っこちた状態なんで、これが膨らんできてこのくらいの実になって赤くなるんですよね。なるほど、そうそう、これをね皆さん勘違いしてる。まあね、オス花とメス花が同じ木に同時に咲きます。赤のがメスっぽいですもんね。そうなのよ、これ綺麗だからどうしても間違えちゃうのね、ね、で、あ、いっぱい咲いたのになんなかったっていうのは、これはあのオスメスひっくり返して考えてきたので。で、メスとオスは結構ね木の種類にもよるんだけど、これは八つ草症って言って、ここの間隔がね短いんですよ、これが、ここがね、で葉っぱもちょこっとちっちゃいんですけど、そうするとやたら花芽がね、葉っぱの元からこう出ますから、花芽が、間隔が短いとよく咲いてます、はい、だからこっちみたいにこういう風にこうやたらやたら花がいっぱい、これは八つ草症で、これは刺したやつで、なるほど、子供なんですけど、こいつはオスよりメスの方が咲きますね、メス花の方が多い種類のあの美男カズラがあるんですよ。で、うち山の中なんで勝手に生えてるんですよね、美男カズラ結構生えてるんですけど、そこのあの塀にも生えてまして、良くなってますけど、やっぱちょっと違いますよね。じゃあ勝手に実がなってくれる、交配してくれる、これ置いとけば、あ、置いとけば、で、八つ草のやつは1本でもなりますね不思議なんだけど、さっきでもならないって、ならないの、本当はね、ならないんだけど、どういうわけかなるんだよね、八つ草は。あのジベレリンかければ一発です。それは絶対間違いないんで、例えばこう枝刺して、あ、挿し木はもう抜群につきますから、これつる症なんで、こういうふうにつるでビヨーって伸びますから、刺して2年ぐらいで花も咲きますから。なるほど。それで1本しかなくて心配だったら、花が1個か2個しか咲かなかった、たまたまメス花だったとなると、ジベレリンをシュッと吹きかければなります。これはね、実験済み、綺麗になりますよ。なるほど。でね、うまく交配してない場合はね、まん丸になんなくて、粒々がこう、いっぱい集まって丸になるんですけど、これがね、デコボコになっちゃうのね。だから何もしないでこのまま置いとくと、多分デコボコのがいっぱいなる。オスが、オス花があんま咲かないとか、
近くにないとか、うん、私もよくわかんないんでね、八つ草のは何でなるんだかよくわかんない、まあ、一般的にはならないと。普通山にあるやつはそんなになんないですか。じゃあ同じ挿し木でも、例えばこれ切って挿し木にしたやつでも、これとこれで交配しないってことになる。普通はそうなんだよね、同じ DNA だから、うん、でもね、なんこれはなる、わかんない。原因は私にもわからない。八つ草症はちょっと違うのかもしれないしね、うん、じゃあちょっとね、うん、まあとりあえずこんなちっちゃくても、これ刺して何年かな、3年、4年、3年半ぐらいかな、これで、うん、いいですよね。ちょっと大きくなっちゃったんで、うん、もっとちっちゃいの作りたかったんですけど、葉っぱが大きいんで乾くのね、結構、なんでちょっとずつ大きくしたらこのサイズになっちゃいました。本当はもうちょっとちっちゃくてね、こっから上ぐらい、あのもちろん取り木もすぐできます、刺し木もできますので、ちょうど11月の展示会にぴったりかな。あ、そうですか。10月の終わりから11月に赤くなって、うん、もうね、お正月過ぎるともうあの実が縮こまっちゃうからね、そのくらいの時期にちょうど使えるかな。これ美男カズラですけど、はい、美女カズラっていうのもあります。はいはい、美女カズラは実がピンク、うんうん、真っ赤にならない、白っぽくなる感じですね。性質は大体一緒なんですか。同じ同じ、うん、咲かないとよくわかんない、どっちが出るか。あ、なるほど。なんでね、今はこれは触れません、はい、今咲き始めたとこなんで、うん、唯一できるのはオルトランを軽く巻くぐらいです。はい、オルトラン巻きました。巻いて肥料もあげれない。ね、なるほど。で飾るとき葉っぱが多かったら、これ落葉なんですけど、うん、あの真冬じゃないと落ちないんで、飾るときに、葉っぱが汚いなとか、大きいなと思ったらこう取っちゃってね、少し実を目立たせて飾ることはできます。うん、これが、ビランカセラの話ね。これ一番お客さんに聞かれるの、はい、オスギなのかメスギなのかってじゃないんですよっていうことで、はい、はい。次、真夏に咲く種類、これはやっぱ見物は添えですけども、うん、今ちょうど赤くなってますね。なんだっけ、タンキリ豆という種類ですね。タンキリ豆は関東に生えてないって聞いてるんでね、実際にうちの近所にも生えてないですね。トキリ豆っていうあのそっくりなものがあるんですけど、はい、葉っぱがもうちょっと大きくて毛が生えてない。これ毛が生えてるんですよ、触ると。でトキリ豆は同じ形でもう一回り大きくて毛が生えてないの、うん、で実はそっくりなんです。ただしトキリ豆は小さくならない。タンキリ豆はちっちゃく、ちっちゃくできます。うん、これは、種まいて何年かな、3年ぐらいだと思います。3年生ぐらいですね。で今あの花がね咲いてる部分がある。どこだ、ここは咲いてない、あこれか、これがねちょっと葉っぱ邪魔なんで、これが花ですね。これ黄色っぽいのね。でこの花が売れてくると豆になってこうなるわけですね。でこの赤いのがもっとこう熟してくるとこうなって中から種が飛び出ると。本当は2個なんだけど1個どっか行っちゃった。かわいいですね。で遅くまでついてるんで11月の頭ぐらいでもなんとか飾ったりもできますね。今年花が早いんですよ、もっと9月の頭に咲くんだよね本当は。暑すぎて少し1ヶ月ずれてるみたい、なるほど、花が、うん、なんで先に咲いちゃって先になっちゃってるんですけど、実落ちるのがすごい遅いので、この状態から真っ赤になって割れて実がなくなるまでに1ヶ月以上かかる。じゃあ10月とかの展示会とかにはこの実の状態ってこう、うん、もっと真っ赤になった状態で実が出てるやつ、うん、になるかなと思いますけど、でまだ咲いてますからね、咲いてますからね。これもうちょっとちっちゃい鉢にも入れられるんですけど、異常に乾くんです、うんうん、夏に咲くんで、はい、これだけ一回水多くやってる
どうしても。でこれを日陰に持っていくとこう詰まった状態じゃなくて、もともと日陰 の森の中に生える植物だから、つる症で、はい、こうベロ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 伸びてね、こういう形じゃないんですよ。野生のやつはもっとこうふわーっとしちゃう、うん、でそれをこう詰まらせてかっこよくするには日に当てて葉っぱを小さくして、うんと伸びも止めなくちゃいけないんで、どうしてもねカンカン照りに置くんですよ、うん、そうするとすごい乾くの。乾くからしょうがないから朝昼晩朝昼晩ってやってます。なるほど。今一番大事な時期なんで、うん、でこれを、まあ、飾るときもうちょっと葉っぱ取ってね、実をあの綺麗に見せるんですけど、この実をこの種ね、これをね、うん、取り巻きするんですよ、はい、秋に。そうするとこういうのができるんですよね。ベロベロって、これ結構発芽率いいんですよね。未生です。これ去年巻いたやつです。去年巻いたやつが今こういう状態になってて、こんなにツルが出てるでしょう。これがね1本ずつに分けてツルを切って置いとくと、うまくいけばこれでもう花が、2年あれば絶対来るんですよ。これだから1年目だから花が今はない。今ないっていうか分けてないから。分けないと出ない。分けないと栄養が分散されちゃってるらしくて、他の植物もそうですけど、分けた方が早いですよ。分けないと3年ぐらいかかっちゃう。ほら元気いいのと悪いのってあるからね、引っ張っておくんですね。分けるのはどのぐらいでやるんですか。もう本当は春に葉っぱ出るの遅いです、これ、はい、関東だとね寒いみたいだから、うん、普通の外出しっぱなしじゃなくてハウスの中にうちは冬入れときます、うん、これも、うんうん、一回外出しっぱなしにしといて枯れたことがある。なるほど。なんでね、これがほらこういう状態ね。来年には咲く？あ、もう絶対に、うん、うまくいけば今切って植えて、これは夏に肥料やっても平気です、ね、真夏に肥料やんないってさっき言ったんですけど、はい、やるのはサルスベリね。今花芽が上がってないやつで、もう咲かせたいやつ、あ、まだ咲かないなと思ったら肥料で、これもそう、これとあと青つづら縁も今咲いてますから、まだ肥料、咲いてないやつに肥料やると上がる可能性があるね。なるほど。そういう感じです、ね。はい、こういうのはこんなになってますから、こんなに伸ばしちゃダメなんですよね。ここで切る、うん、でここで切る。夏の植え替えでも大丈夫なんですか。大丈夫。これは大丈夫、真夏に咲くぐらいだから。おうおう、元気なんだ。元気っていうか暑いのが好きなんだと思います。このくらい切っても平気だ、はい、この状態で植えてあげれば、新芽が今出てきてるでしょ、うんうん、こういう脇芽が、はい、で脇芽が伸びるとそこに花が来ます。だからツルは伸ばしちゃうとダメなんだ。ツルは切んないと。切った方がいい。切ります。これはこいつもそうですよ。ビナンカズラもツルが出てたらツルは切ります。確かにツルないか。ツル切ってますから切って肥料をあげる。だからこれも今すぐはちょっとあれだけども、うちなんかだとこのくらいのに入れとかないとね、小さい鉢だとね夏ね乾いちゃって持たないの、うん、だからこれで実をつけた状態で展示する前に小さい鉢に植え替えると、うん、移動する。それでも枯れないですよ、強いですよ、とっても。なんでね、結構いつでも植え替えできる。そうだね、うん、割とそう、まあ、草ですからね、うん、木じゃないからね。寒ささえちゃんと守ってあげれば大丈夫。これは意外と強いんです。軽く、ね、植えときますね。これはいつもと一緒だから、これね、こっから先だよね。これまっすぐだから曲げんだったら今針金かけて曲げていいんですけども、こういう種類はね、まあ覚えといて損はないかと思う、うん、南の方だったら普通に自生してるってことですよね。らしいんですけどね、西日本にあるっていう話なんですけど、私は野原に、西日本に行って野原に入ったことがないのであっちに住んでる人に聞いてみてください。あるのかね。この辺には生えてない、確かに。全然生えてないですよ。もともとね、種もらったんですね。あ、そこから増やしてた。そう。種もらって、それで増やしてたから。じゃあ、あんまり売ってるとこも少ないのかな？売ってない。
そのさんに行って買ってください。ただ不思議な植物なんで特にそんなに売れるってことでもないんで。あ、そうです。うん。もうちょっとねちっちゃくできればいいんだよね。だからこの状態で、ここの状態でこう曲げた状態でね、こんな風にして花がつけばこんなぐらいの鉢に入るので、うん、それになるんだけど、どうかな。これでもまあ添えにはなるけどね、うん、鉢さえかっこよくすれば。そうですね、うん、昔は山野草天って言ったらもうこれ、これをの伸ばすの、山野草の人がねこういう風に作んないんですね。バーって伸ばして、うん、実をこう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 ってつける。で下に垂らして赤い実がこう見えるように、うんうんうん、こう高いところに置いてやるんですよ。うーん、それで覚えたんだけど、だから盆栽店でこれを飾ってる人あんまいないかもしれない。いないんかな、いるかな、わかんないな。これは短切りなんでした。去年もやったって言うけど、でももう一回これこれもう一回忘れてる人もいるかもしれないから、これは青つづら藤ですね、はい、これね、なんか元かっこいいかなと思って植えたらね、うん、メス花でした。メスは中心が黄色いんですね、花粉があるから。じゃあメスじゃない、オス、オス、ごめん、オス花、オス、ごめんなさい、はい、オス、オスは真ん中が黄色いの、黄色いで、メスは真ん中が今咲いてるかな、もう分かんないよね、白いんですけど、白だから色がないんだけど、もう実がなっちゃって、これ実です。まあ、実がなってれば、うん、これもう実になってるんですね、つぼみじゃなくてね、こっちがつぼみね。で、これ種まいて、これね、3年ぐらい経ってると思うんだけど。これで3年経ってるんだ。あの、太るのがすごい遅いから、こっちは。こっちは早いの、はいはい、こっちはすごく遅いの。だから、これで3年生ぐらいで、まいといたら、これだけなったんで、多分、まあ、種まいて70羽がオスですかね。メスの方が少ないと。これせっかくね鉢に入れといたのにオスでしたからね。やっぱ飾るのはメスの方がいいんですね。そりゃそうですよ、実ができるから。だって色がね、これが青くなるわけだから、青くなるわけだから。今咲くのではやっぱり短切り豆ビランカズラ、青つづら、うんうん、これが夏の花ですね。花、花飾ってもしょうがないね、これね、実を見ないと、ね、じゃあ夏の、夏のお花と見物についての説明はこれで終わり、終わりで、はい、ありがとうございます、はい、お知らせ、はい、お知らせです。上野グリーンクラブで9月にもう夏何にもないですからね、これが第1回目の催しです。グリーンクラブの催しは、とうとう盆栽の展示会が、ずっとね、あの夏っていうか初夏はやらないんですよね、暑い時はね。で、同じ日です。こちらが第何回だ7回、これは山野草と盆栽と大元、ありとあらゆる植物の人が、あの出たい人は出てるので、外の駐車場の方がいっぱいになるぐらい出ますね、うんうん、はい、特に山野草がドーンと来ます、はい、新潟の方からいらっしゃいます。で、1階の中で土日のみですけれども、商品盆栽、豆盆栽の、展示会、これはあの日本商品盆栽協会東京支部というところが主催で、私も東京支部なんで出品します。大河君も出します。展示です、展示、豆盆栽の会です。なるほど、はい、で、これが、上野グリーンクラブの秋の一番最初の催しになりますので、皆さん無料ですからぜひ来てください。はい、はい、大野さん企画ですね。あ、そうです、盆栽王の企画ですね。あの常設売店企画っていうのいうやつですね、うんうん、はいはい、で今年はね結構お店多いんですよね。多肉の人も来たり、うーんと、いろいろ入りますかね、うん、長石さん来るかな来るかなはい、よろしくお願いします。お金を貯めて、はい、行きましょうはい、はい、以上です、ありがとうございました。